こんばんは。令和元年5月17日金曜日、今週もお疲れ様です。今日も英語の時間やっていきたいと思います。今日は英語ニュースというよりかは、これね、私の個人的なニュースみたいな感じなんですけど、今日ドクターストレンジが金曜ロードショーで地上波初放送されているので、今日はこのドクターストレンジから学べる英語表現やっていきたいと思います。ドクターストレンジのquote、名言、このね、quote っていう単語、映画好きの方とかはぜひぜひ、あのね、quote、まあ、映画のタイトル名、こう、Google とかで入れて、スペース、quote って入れると、すごいその、英語のね、セリフの名言とかが、こう、英語で、バーっとね、出てくるので、結構学習に、役立つ単語でもあるんですが、このドクターストレンジの quote、名言から一つご紹介していきたいと思います。誰のセリフかというと、ancient one。これね、カタカナ語、日本語だと、ちょっと待ってね、今もね、ちょうどね、あっちテレビつけてるんですけど、今やっててね、まあもうすでにね、スティーブン、ベネディクト・カンバーバッチ演じる、ドクターのスティーブンが、事故でね、こうめちゃめちゃぐっさぐさになった、この両手を治すために、エンシェント・ワンという、まあ、魔法使いというかね、魔術師みたいな、エンシェント・ワンのところに来た、場面で出てくる、quote、名言です。で、このエンシェント・ワン、これね、ancient one なんですね。英語だと。で、ancient は古代のとかいう意味を持っています。まあ、これ自体が意味を持った英単語なんですが、まあ、ancient one っていう感じで、キャラクター名として使われてるんですけど、このティルダ・スウィントン、演じる ancient one のセリフです。Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all.Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. これね、すっごいいいことを言ってるんですね。では確認していきたいと思います。まずね、arrogance という単語。この単語、傲慢さとか、傲慢という意味を持った英単語なんですが、これがね、このドクター・ストレンジの、まあ、大きく分けると前半の方のストーリーのキーワードになっています。とにかく、このね、スティーブン、まあ主人公ね、ベネディクト・カンバーバッチ演じる主人公が傲慢な部分があるんですね。で、まあこの傲慢さが、彼女のね、レイチェル・マクアダムスが演じてる彼女に対して傲慢な態度を取ったりとか、まああとはその傲慢さゆえに、どうせね、こんな手なんて、そんなね、魔法なんかで治るはずないんだろう、みたいな、傲慢な態度を取ることによって、で、本当にこのエンシェントワンが教えようとしてることが、学べないっていう、まあそういうね、こう、マインドを変えさせるようなシーンで、出てくる単語なんですけど、arrogance and fear、まあ、傲慢さと、そして fear、恐れ。とにかく、この二つがあなたの中にあるせいで、still、まあ、未だに、keep you from learning、keep 誰々 from 何々 ing で、まあ、これもね、一個の英語のまあ熟語というか、表現、お決まりのね、表現なんですが、keep 誰々 from 何々 ing で、誰々が何々するのを防ぐとか妨げるという意味になります。で、今回の場合は、arrogance and fear still keep you from learning なので、arrogance and fear、傲慢さ、そして恐れが、未だに still ね、あなたが、learning、learn なので、こう学ぶとか教わるという意味になりますけど、あなたがこう学ぶことを遠ざけている、まあ、妨げている。まあ、こう、わかりやすく言い換えると、傲慢さとか恐れがあるせいで、あなたは学べないのよ、みたいなことを言ってるんですけど、さあ何を学ぶのかというと、from learning the simplest and most significant lesson of all. simplest ね、simple の最上級形、比較級最上級形ですね。最もシンプルで、そして、most significant、significant は重要なという意味になります。もうとにかくシンプルで、最も重要なレッスン、もうすべての中でね、lesson of all なんです。すべての中でですね、もう
あの一番シンプルで一番重要な、まあ、レッスンというか教えっていう風に訳してもいいかもしれません、を、ね、あなたが学ぶのをこう遠ざけてる、もう本当に妨げてるのよ。だからその傲慢さ、そして恐れをとにかくなくしなさいっていう風にエンシェントワンが言うんですね。でね、こういうねセリフがすごくこのエンシェントワン多くって、だからなんかなんて言うんだろうな、哲学的なというかちょっとこうマインド的な感じで、他にもですね、ドクターストレンジクォートとか入れて検索すると、本当エンシェントワンのわいいこと言ってんなみたいな、英語がブワーっと出てくるんですけど、それも合わせて今日の動画の説明欄のところに、URL 載せておきますので、ぜひこの作品大好きな方、そしてマーベル大好きな方は、チェックいただければと思います。結構ね映画で英語が伸びるいい機会かなと思います。でやっぱりね、このエンシェントワン演じてるティルダ・スウィントンがもう本当にね魅力的でね、本当このまあベネディクト・カンバーバッチも、私レイチェル・マクアダムスもティルダ・スウィントンも大好きなんですけど、まあ中でもやっぱりティルダ・スウィントンがすごく輝いてる映画、作品という意味ではですね、やっぱり最新作アベンジャーズエンドゲームもあれ見てね、ちょっとうわーって感動する、瞬間あったんですけど、はい、ティルダ・スウィントン、さっきね、調べてたら、この人ね、180センチあるみたいですね、身長が。女優さんで、本当に、こう、さらーっとね、さっきのセリフとかも、arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all っていう、なんか、さささーっていうね、すっごい、なんだろうな、こう耳が洗われるような、発音で、いつもセリフを発してる女優さんだなっていう感じなんですが、まあ、ティルダ・スウィントンのおすすめの映画だと、あとは、そうね、まあ、この人高身長で結構顔がね、なんか特徴的、シュッとされてるので、魔法使いとか、ちょっと、冷血な役とかが多いんですけど、ナルニア国物語の魔女役だったりとか、あとは、ベンジャミン・バトンで、ブラピのね、どんどん若返っていく、こう、映画ですね。あれで、なんかすごい、こう、高齢なのにいろんなことに挑戦する、なんかすごい記憶に残る、女性役っていうのでも出てたり、あとは、少年は残酷な夢を射るっていう、めちゃめちゃ衝撃的な映画があるんですけど、エズラ・ミラーくんが出てるんですけど、それのちょっと教育に、失敗、してしまう母親の役とか、このあたりもですね、すごく魅力的な女優さんです。今はこれ、Wi-Fi パスワードのシーンかな。あ、じゃあもう戦いか。はい。あ、やばいやばいやばい。はい。この、動画もですね、ちょっとこの後編集しながら、なんとかドクターストレンジの映画の時間内に上げていきたいと思います。またね、ちょっと私も映画好きなので、金曜ロードショー絡みの映像とか、映画で学べる英語表現、またアップしていきたいと思います。毎日動画配信しております。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。映画好きな方はね、本当に英語が伸びる、本当もうこう、すごくアドバンテージを持ってると思うので、一緒に頑張りましょう。ではまたお会いしましょう。See you tomorrow! Bye bye!